1年間同じクラスで、で小学校6年生になったら転校していってしまった。それは寂しかったですけどね。小学生の時、初恋の人と離れ離れになってしまった大野さん、しかし大人になってから再会を果たしたそうなんです。同窓会的なのはね、再会はしましたね。まあでもやっぱ初恋って初恋なんですよね。多分そこでもう見てていいんですよ。見てるだけで、見てるだけで。私ちょっと変態っぽいですけどまあその時も見てるだけでよかったですね。大野さんの初恋はどんな味でしたか？味、スルメイカみたいですね。渋い噛んでも噛んでも味が出る。だから遠くから見てれば見てるほどうずうずするって感じです。なんでちょっとやっぱり変な風に聞こえます変に聞こえちゃうんです。これは音楽や格闘技などさまざまなジャンルの夢の共演が見られるイベントが日本武道館で開催。サイレントサイレンは若手バンドの名曲でコラボ。長州力さんと藤波辰爾さんによる因縁のプロレス対決。そしてアイドル枠で夢の共演を果たしたのが HKT48 と乃木坂46の皆さん。お互いの曲をカバーし合うここでしか見られないパフォーマンスで会場を盛り上げました。揚げたアスパラ、先っぽから根元までみずみずしい旨味が味わえます。そして人気ナンバーワンは豚ではなく牛カツです。いただきます。脂っこくなくてソースさっぱりしてますね。衣も美味しいです。もうサクサクだからなんかパクパクいっちゃいますね。大阪伝統の味が堪能できる串カツ田中の串カツ全品100円キャンペーンは今日からスタートです。これ全部100円ですか？これは行列覚悟かな、はい、そうですね。これだったらいつもよりも躊躇しないで食べられそうですね。このキャンペーンは今週の金曜日まで4日間行われます。続いては知っているとちょっと得する林先生の言葉検定です。はい、テレビのリモコンの D ボタンを押してご参加ください。さあ今朝はどんな問題でしょうか？おはようございます、林修です。1月ももうすぐ終わりですが、寒い日はまだまだ続きそうです。ちょうどこの時間に布団から出るという方、できれば出たくないですよね。ただ一方で冬ならではの楽しみもいろいろありまして、この季節の美味しいものの一つが焼きガニです。焼きたてでプリップリの大ぶりな身を口いっぱいに頬張ってキュッといっぱい、まさに冬だからこそ味わえる大人の贅沢ですよね。まあ、そこで今日の言葉検定、このタラバガニ語源は一体何でしょうかという問題です。青の選択肢はタラの漁場で取れるから、赤はタラ服食べられるから、緑は別れの挨拶。答え合わせと林先生の解説はこの後です。甘く見てるでしょう。粘つき口臭歯肉炎始まっちゃうかもね。歯周トラブル連鎖にピュオーラ、菌の塊を分散、原因菌を殺菌、新ピュオーラ誕生。いいから使ってみ。
ようこそ優しさでできた世界へ。みんなで助け合って冒険は物語になっていく。みんながつながる、スマホでつながる、ファイナルファンタジーグランドマスターズ、今ならチャンス、グラマスで検索。今年こそ、今年こそ、今年こそ、今年こそ分解の年にしちゃいましょう。美味しく大使を送ります、特茶。さあ、あなたもその瞬間の情熱を、強さを、その瞬間の美しさを、高鳴りを。 Feel the moment. リクシル。今日の言葉検定